はようございます。おはようございます。タイさん、ハレルヤ、おはようございます。今日は土曜日、29日ですかね、29日。リエさん、マイちゃん、ハレルヤ、おはようございます。今日は、一転して少し涼しいです。寒いぐらいですね。オートバイに乗るとですね、風が当たって、寒いんですね。モークさん、おはようございます。今日は、雨、少し若干降ってますが、大したことないので、ここに来ましたけれども、空はどんより曇っています。まあ、昨日と同じ場所で申し訳ないです。シャンさん、節子さん、お兄さん、彦さん、おはようございます。雨の時は緑がしっとりとしていますね。やはり朝はすがすがしくて、気持ちがいいです。朝はですね、一日で一番いい時ではないでしょうか。お兄さん、教会に行きたいです。来てください。教会に来てください。東京町田に近い方はぜひ、教会に来てくださると嬉しいですね。今日のタイトルはですね、命の恩人。あ、ゆうさん、おはようございます。ごめんなさい、スルーしてるわけじゃなくてですね、スマホが5台あるので、こう目をキロ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 してですね、やってますので。はい、サミヤさん、アナさん、おはようございます。ぜひ皆さん、誤解しないでくださいね。何か特別こう、差別しているわけではありません。その目に映ったの中で、読みますので、全部のコメントはちょっと読めません。そして、その進行コメントの中で、ね、読みますので、ぜひ皆さん進行コメントをたくさん打ってくだされば、読めると思います。信仰コメを読む理由はですね、信仰コメというのは励ましになるんですね。私たちは神の言葉を聞かなければなりません。神の言葉を聞きますが、皆さんの信仰コメはその、神の言葉のようなものなんですね。そして信仰コメを読むことによってリスナーの人が、神の言葉を聞くようなものなんです。はい、リュービさん、おはようございます。そういうわけで私たちは、イエス様の言葉と言ったらいいでしょうか。イエス様の言葉を聞くことが私たちの基本なんです。多くの人は悪魔の言葉を聞いて心が汚され元気がなくなってくるんです。多くの人は知らず知らず、悪魔の言葉を聞いています。考えてみてください。その何かですね、悪コメを聞いて、みんな誰でも嫌ですよね。誰でも悪コメを聞いて元気になる人はいないでしょう。私たちは、悪コメを聞きたくないのです。それは悪魔から来ている私たちを、ね、汚す言葉なんですね。多くの人は知らず知らず悪魔の言葉を聞いて、自分を弱めてしまっています。しかしイエス様の言葉は逆です。イエス様の言葉を聞けば聞くほど元気になります。大石さん、おはようございます。私たちは神の言葉を聞く必要があります。神の言葉が霊的な食べ物、神の言葉が霊的な命、神の言葉が霊的な力です。すべての人が神の言葉を聞く必要があります。みるみる元気になります。
神の言葉を聞くとみるみる元気になります。トモさんおはようございます。エシルさんおはようございます。天の羽衣さんおはようございます。ブッチさんおはようございます。ヤクルトみるみる見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 る元気になります。神の言葉を聞くと見る見る元気になります。私たちは、赤ちゃんが、父に求めるように、私たちは神の言葉を求める必要があります。幸せさんおはようございます。太平洋さんおはようございます。命の恩人という言葉は今はあまり使わないかもしれません。少しちょっと古い言葉ですよね。私の世代ではですね、若干ありました。命の恩人、何かですね、危ない時に助けてくれた、何かですね、溺れてるのを助けてくれた、そういう時に命の恩人として昔はですね、その一生ですね、一生感謝するものでした。かなり古いことですが、昔はそういう命を助けられるようなことが、あったわけですよね。今でもあると思いますよ。今でもですね、命を助けられたということはあるかもしれません。しかし今はですね、何かあんまり感謝が少ないかもしれませんね。今はですね、命が軽くなっちゃって、昔ほどですね、命が大事だという感覚がなくなってきてるかもしれません。もう生きてることがむしろ逆に重荷になって、命を尊ばない、人の命も尊ばないけど自分の命も尊ばない、そういう時代です。リュビさん、ありがとうございます。私たちはですね、その命の、尊さというものを見失ってるかもしれません。本当の命はこの肉の命ではありません。本当の命はですね、もっと素晴らしい命があるんです。しかしこの、肉の命によって私たちは本当の命というものを学ばなければなりませんし、また、受け取る必要があります。ゆうさん、本当に辛い時に手を差し伸べてくれる人は少ないと思います。なかなかですね、今多くの人はですね、辛くても人に、頼まないと言いましょうか、助けてっていうことが言えないような世の中かもしれません。もう個人主義と言いましょうか、個人主義というか、人のことに関心を持たない時代、またコミュニケーションがなくなって、この頼みにくい、困ってる時、辛い時にですね、助けてください、頼みにくい時代です。よくその食べ物がなくてね、食べ物がなくて飢えてしまう、飢えてね、孤独死する人がいますよね。昔だったら考えられませんよね。昔だったらですね、もうお腹空いたら隣の人にトン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 、すいませんお腹空きましたから食べ物くださいね。もう近所中にですね、トントントン、すいません、ごめんなさい、お腹空いたので食べ物くれませんか。昔だったらそれをすると思います。でも現代はですね、それちょっとプライドがあるのかもしれません。またコミュニケーションがないので頼みにくい、恥ずかしい、もう食べ物くださいなんて今現代人はなかなか言えないんじゃないかと思います。皆さんもしですね、皆さんがもし食べ物がなくなって、部屋の中にいたらどうですか。皆さん近所に食べ物くださいって言いますか。
私は言えると思いますね。ちょっと世代が古いので、私はですね、もうお腹空いたら、あ、すいません、ごめんなさい、食べ物くださいって、まあプライドがあると言えないですけどね、プライドがないと言えますよ皆さん。リュウジさん、隣の人を食べる、それはかなり危ないですね、危ないです。ユウさん、隣に誰かが住んでいるのかさえわからない方が多いと思います。愛が、冷えてくる、ワイの時代には愛が冷めるとイエス様を予言しました。この終わりの時代はですね、ますますそういう、コミュニケーションがなくなり、また個人主義になり、また本当に、孤独になっていく時代ではないかなと思います。キュウちゃんは立憲民主党支持ですか？今んとこそうですが、全面的に賛成しているわけではありません。しかし今のところそこしかないような気がします。ヒットさん、飢え死にするまで我慢します。飢え死にするまで我慢します。私たちは死んだ後天国に行くことを信じています。ですから、この肉の命も尊びますが、でも、飢え死にすることは、そんなに恐れないというか、命は神様が与え、神様が取るものです。ですから私たちはその肉の命にあんまり固執する必要はないかもしれません。もっと大事な命、永遠の命を持っていれば、肉の命は、その神の栄光を表すためのものです。ですから殉教ということがありますよね。殉教というのはそのイエス様のために命を捨てるようなこともあるということです。ですから私たちは本当の命に固執するべきだと思います。タイさん、私は神の兄弟姉妹の一つ言葉で回復できるのです。イエス様を教えてくれる旧牧師は私の命の恩人です。だから永遠の命を求めるのです。ありがとうございます。本当の命の恩人、本当の命の恩人、それはイエス様ですね。なぜイエス様が命の恩人ですか？イエス様は自分の命を、捨てて、自分の命を捨てて私たちを救ってくれたからです。十字架は皆さんと関係があるんです。皆さんは、その私は十字架と関係がない、私はイエス様と関係ないと言うかもしれません。確かに、知らなければ関係がないかもしれません。でも知ってほしいのです。知ってほしいのです。十字架は皆さんのためであり、皆さんと関係があるんだ。皆さんを救うための、救うためのイエス様のその行いなんです。皆さんは十字架によって、命が与えられます。イエスキリストは本当の命の恩人です。本当の命の恩人、私たちはこの方によって救われるのです。この方によって救われます。多くの人がですね、多くの人が、肉の命しかなく、本当の命を持たずに滅んでいきます。私たちは、肉の命を通して本当の命というものを学ぶ必要があります。ぜひ皆さん、私たちは、本当の命というものを知りましょう。本当の命、それは永遠の命であり、イエスキリストを通して与えられる命です。その命があることが本当の幸せです。人は、誠の命がなければ全世界を得ても何の得があろうかとイエス様おっしゃいました。つまり
全世界を手に入れても全世界を手に入れても誠の命、永遠の命がなければ何の意味もないということです。多くの人は永遠の命にお求めようとしていません。エチルさん、ノンクリスチャンでもイエス様が命の恩人になるのですか？イエス様が命の恩人になることができるということでしょうか？イエス様を信じなければ確かに命の恩人にならないかもしれません。しかし、本当は命の恩人なんです。本当は命の恩人です。そのちょっとブランコ、本当は命の恩人です。でもそれを知らないということは確かに命の恩人になってないのかもしれません。だからこそ知るべきです。イエス・キリストが命の恩人だということを知るべきです。知らないことはそれは残念なことです。せっかく私たちのために救ってくださった方を知るということが大事だと思います。タイさん、たとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう？そうです、多くの人は大事なことの焦点がずれています。本当に大事なこと、本当の大事なこと、それは私たちが永遠の命を持つことです。永遠の命とは何でしょうか？それはイエス様を持つことです。その命の恩人の方はご自身を与えようとされています。私たちはイエス・キリストを、イエス・キリストご自身をもらうことができるんです。モーカさん、この伝道部屋がなければイエス様を信仰せず地獄に行っていました。イエス様と旧牧師です。地獄に行かずに済みました。感謝します。アメン。モーカさん、イエス様が命の恩人です。イエス様が命の恩人です。イエス様がモーカさんを救ってくれました。私ではありません、イエス様です。リュウビさん、それは大きな勘違いです。多くの人は、その本末転倒なんです。本当に大事なものは何か、多くの人はサタンに騙されて大事じゃないものを大事だと思わされています。多くの人は多くの人はですね、イワシの頭を大事にしています。イワシの頭は大事ではありません。私たちは、もっと大事なものがあるんですね。ぜひ、大事なものを知ってください。ホームレスになって生きていたくないないじゃん。いえいえ、そうではありません。私たちはですね、プライドがあったらそのような厳しい生活をしたくないかもしれません。でも私たちはそのプライドを捨ててもっと、本当に大事なことを知るならば、イエス様が命を捨てて私たちを救ったように、私たちも自分の命をかけて大事なことをするべきではないでしょうか。多くの人は何が大事かわからないために生きることを見失っています。ユウさん、私もモーカさんと同じです。ありがとうございます。死んだ方がマシと思うことばかりだよ。それはですね、サタンに騙されていますね。サタンに騙されています。私たちは分別が必要です。何が大事で何が大事じゃないかが分かってくると、生きることの尊さ、生きることの素晴らしさが見えてきます。そして、肉の命でも素晴らしいならば、
本当の命はなおさら素晴らしいのです。多くの人は、その本当の命がわからないために肉の命の素晴らしさも見失っています。生きることの意味を失って、せっかくの肉の命を無駄にしてしまっています。ユービさん、私はそんなにサタンに騙されているのか。そうですよ、サタンはそう思わせたいのです。サタンはですね、生きることを無意味に思わせたいのです。サタンはですね、生きることなんて意味がないよ、死んだ方がマシだよと、そのようにサタンは皆さんを思わせたいのです。そのことを皆さんは理解してほしいのです。皆さんが思っているネガティブなことは当然なことではなく、サタンに騙されて、ネガティブにさせられているのです。そのことを皆さん理解する必要があります。イエス・キリストを信じるとだんだんそういうことが分かってくるんです。タイさん、私はホームレスになったら聖書の御言葉をそらんじて町を徘徊しようと思っています。そうです、タイさん、私たちはホームレスになっても信仰を持てるのです。むしろホームレスになった方が本当に大事なことが分かってくるかもしれません。エチルさん、若くして亡くなる人はサタンのとの戦いに敗れたということですか。まあ、殉教して若くして亡くなる人もいるかもしれません。信仰を持たないで亡くなるならば、それはとても残念なことです。全ての人が永遠の命を持って亡くなってほしいと思います。肉の命は、本当の命ではありません。肉の命は滅んでしまいます。私たちは、その永遠の命を持ってこそ、永遠の命を持ってこそ人生の意味があるんです。そういうわけで、私たちは肉の命でも命の恩人に感謝しますから、永遠の命の恩人、永遠の命の恩人はなおさらではないでしょうか。イエス様が本当の命の恩人、イエス様が本当の命の恩人です。聖書は父母を敬えと命令しています。父母を敬え、悪い親もいるかもしれません。しかし親はやはり肉の命の恩人ではないでしょうか。私たちを産み、そして育ててくれた親は肉の命の恩人です。ですから親を敬うということは、本当の命の恩人であるイエス様を敬うことの一つのモデルですね。親を敬わなければ神を敬うということはできないかもしれません。親を敬ってこそ、親を敬ってこそ神を敬う訓練ができるのではないでしょうか。はい、ともさん、また来てください。多くの人は生きることに迷っています。生きる目的が分かりません。まあ惰性で生きているというか、仕方なく生きているというか、生活に追われているというか、生活に追われている、時間に追われている、それはサタンにですね、この引きずられているような、そういう感じですね。多くの人はサタンに引きずられています。ジャングルジムがカラフルで公園の緑にとても映えています。そうですね、ジャングルジムのとこ行きましょうか。以前は登りましたけど、今ちょっと登る勇気がありません。
ちょっと登れませんが、あなたの地と葉を敬い、あなたの神が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。はい、まいちゃん、スカイプのやり方が分かったら教会の名前を送信する。はい、そうですね、そうしてください。危ないから登らなくていい。そうですね、ちょっと危ない。それでは証しタイム行きましょう。証しタイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様が本当の命の恩人、本当の命の恩人だということが分かった証し、スタート、スタート。本当の命の恩人、私の命を救ってくれた、私の命を救ってくれた本当の命の恩人、イエス様こそ本当の命の恩人。滅びから、地獄から、裁きから、悪魔から、苦しみから救ってくださった本当の命の恩人。そうですね、私たちがそれが分かると、私たちの人生は命の恩人への恩返しということになるでしょう。私たちは命の恩人の恩返し、それが私たちの人生です。昨日はですね、娘の一人がですね、ボーナスをもらったらしくてですね、私と妻にそれぞれ少しお金をくれました。まあ、親に対する、恩返しみたいな感じですけど、親の立場からするとやはりすごく嬉しいですね。そのお金が嬉しいというよりもその気持ちですよね。その、親の恩に報いるというか、その気持ちが嬉しいです。それと同じように神様は私たちの感謝、神様に対する感謝、神様はそれを喜ぶのではないでしょうか。私たちの人生は神様に対する感謝、神様に対する恩返し、それが人生ではないでしょうか。エチルさん、人生の中心にはイエス様がおられると分かった。タイさん、イエス様がいなかったら、救いがなかったら、私は刑務所行きだったかもしれません。殺されなくてよかった。涙、本当にそうです。私もですね、クリスチャンにならなかったら多分アル中でですね、多分ホームレスだったと思います。私もアル中か精神的な病気、鬱かなんかでホームレスだったと思います。でも今私はイエス様に、命の恩人、イエス様が私を救って、そのような人生の、破線といいましょうか、人生の苦しみから救ってくれました。ゆうさん、この世で体験しなくてもいいような辛いことばかりの人生だったけど、キューちゃん牧師に出会い、イエス様に導かれて、今は明るい日差しが見えています。本当に感謝です。アメン。モーカさん、地獄行きだった、滅ぶ
ものだった私たちを十字架で罪からイエス様が救ってくださいました。自殺せずに済みました。命の恩人です。感謝します。アーメン。そうですね、私たちは本当に自殺していたかもしれない。桃花さんも自殺していたかもしれない、タイさんは刑務所に行ってたかもしれない。しかし私たちは救われました。そして救われただけではなく永遠の命を受けました。なんと幸せでしょうか。なんと幸せでしょうか。多くの人は、イエス様の恩、十字架の恩を知らないのです。私たちは十字架の恩を知りました。十字架の恵み、十字架の憐れみ、私たちは十字架によって救われたのです。十字架によって本当の命、本当の幸せを得たのです。世の中の人たちは本当の幸せが分かりません。何が幸せか分かりません。漠然と、ね、漠然と幸せになりたいと考えているだけだと思います。それは、危ないですね。危ないです。私たちは、真理を知って本当の幸せとは何なのか、本当の不幸とは何なのか知る必要があります。そして本当の幸せを確保しましょう、ね、本当の幸せをしっかり、握るのです。ゆうさん、今朝も青空にイエス様を感じながら桜と散歩しました。幸せです。そうです、ゆうさんはイエス様に会って本当の幸せを体験しています。はい、セシさん、ごめんなさい、スルーするつもりはないのですが、私も、毒親被害で苦しんでいる子どもたちを救いたいと思っています。多くの子どもたちは親を憎んでいるかもしれません。しかし、その子どもたちが、親を許し、親を敬うと状況が一変します。サミヤさん、イエス様はこの世界と他の世界の私たちの命の恩人、他の世界というのは天国のことでしょうか。そうです、私たちはこの世にあっても天国においてもイエス様が命の恩人です。それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、多くの人はイエス様を見失って糸が切れたタコのように飛んでいます。ライフラインがないのです。多くの人はどこに行くかも分かりません。風に揺り動かされて日々の生活が不安定で不安の中で、失望の中で生きている人がたくさんいると思います。まず私たちは確かな方、確かな根拠が必要です。私たちは、昔ですね、船が、この航海をするときに北極星を見て方角を知りました。北極星という、いつも変わらない星、方向が変わらない星を見て船は航海しました。私たちもイエス様という北極星、イエス様という変わらないそのお方、そのお方を知らなければまっすぐに正しい人生を送ることはできません。
多くの人は北極星を知らず、羅針盤を持たず、海図がなくて後悔しているようなものです。私たちは人生の羅針盤、灯台、北極星が必要です。イエス様が私たちの灯台です。イエス様が北極星です。ぜひ皆さん、その漂流するような人生ではなく、確かな方向を持って歩もうではないでしょうか。天国を目指して、永遠の命を目指して歩む人生、それが本当の人生です。そこに生きがいと生きる力と生きる希望があるのです。希望がなければ人生はあまりにも辛いのです。それではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、今まで命の恩人なんて考えもしなかった、自分に命の恩人なんかいるんだろうか、むしろ敵ばっかりで命の恩人なんかいないと思ってきた。しかし、もしイエス・キリストが命の恩人ならば、私は自分の命を救ってほしい、自分の命を救ってほしい、人生を救ってほしい、永遠の命が欲しい、苦しみから救ってほしい、絶望から救ってほしい、そう思う方はアーメンと言ってください。アーメン、アーメン。苦しみから救ってほしい方、苦しみから救ってほしい方、わけのわからない暗闇から救ってほしい方、人生の不安から救ってほしい方、アーメン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 。天のお父様、多くの人が苦しんでいます。あなたはご存知です。多くの人が絶望しています。あなたはご存知です。あなたは多くの人を救おうとされて十字架にかかって死んでくれました。どうぞあなたの救いを今伝えています。アーメンと言った方々の人生が救われますように、アーメンと言った方々の心の中に救いが来ますように。イエス様、あなただけが救い主、あなただけが私たちを愛し、私たちを死から救ってくださるお方、どうぞアーメンと言った方々があなたの救いを受けますように、あなたの救いを受け人生が大きく変わりますように、絶望から希望に、絶望から希望に、命から死から命に、死から命に変わりますように。生きることの素晴らしさ、生きることの喜びを感じることができる人生、どうぞイエス様、あなたは私たちの命の恩人です。あなただけが私たちの命の恩人です。あなたに、恩を返すために私たちは生きたいのです。あなたを喜ばすために、あなたに恩を返すために生きたいのです。どうぞ私たちに強く生きる動機、生きる動機を与えてください。自分のためではなく、あなたのための人生、あなたのための人生として素晴らしい人生が始めることができますように、どうぞ導いてください。リスナーを導いてください。リスナーを導いてください。イエス様の愛を感じますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、生きる素晴らしさがあるんです。生きる喜びがあるんです。それはイエス・キリストを通してなんです。イエス様抜きには、イエス様抜きでは本当の人生はないのです。イエス様抜きには本当の喜びがないのです。ぜひ、絶望している方々、イエス様に受け入れてください。イエス様を受け入れるだけで
人生が変わるのです。救われるのです。命の恩人イエス様を信じましょう。それでは今晩は放送ないんですね。明日の朝10時半礼拝があります。来てください。一緒にイエス様を礼拝しましょう。神の言葉を聞いてください。神の言葉を聞いてください。それでは皆さん良い一日を。今日は涼しくていい一日になりそうです。それではシャローン。ありがとうございました。シャローン。シャローン。